寝ぼけてる場合じゃないぞ、前原圭一。どこかにお出かけでもするの？うん、学校に。圭一くん、なんだか今日も調子悪そう。やっぱり風邪かな？風邪じゃなくて寝不足なんだ。寝ぼけてわけのわかんないことを言い出したらフォローよろしくな。寝ぼけたらどんなこと喋り出すのかな、かな。ちょっと楽しみかも。はう。よ。ケイちゃんにレナ。おはよ。あれれ。みーちゃんもなんだか寝不足な感じだよ、だよ。うん、寝たの3時ぐらいだからね。眠い。さ、3時？昨日に続いてか。おいおい、夜更かしにも限度ってもんがあるぞ。大方漫画の単行本が面白くなっちゃって一巻から読破してしまったんだろう。うんうん、俺にも経験があるぞ。あれ、ひょっとして村長さんのこと？まだ見つかってないの？うん。おい、ちょっと待ってくれ。村長さんが見つかってないって何の話だ？なんだか大変なことになりましたわね。俺はその村長さんって人をよく知らないんだが、ジジイなんだろ？ボケて徘徊してるだけじゃないのか？村長さんはボケてなんかいませんですわ。お習字も教えるし、剣道も教える、はつらつな方でございますの。僕と同じで、きっとどこかで迷子なのですよ。迷子いいね。はう、お持ち帰り。皆さん、おはようございます。すでに聞いている方もいるかもしれませんが、昨日の夜、村長さんが夜遅くになってもお家に帰ってこなかったのだそうです。皆さんの中で昨日村長さんを見た人はいますか？もしも村長さんを見かけた人は大人の人に教えてあげてくださいね。それでは授業を始めます。
今度こそ俺かシオンの番なのにな。そういえば、サトシさんがいなくなったのも、去年の今頃だったね。サトシさんの時も、確かこんな風に村中で探したんじゃなかったっけ？あれも見つからなかったんだよね。あれって結局どうなったんだっけ？確か鬼隠しじゃなかったんだよね。うん、貯金を全部下ろして家出しちゃったんだって聞いたよ。警察の人が名古屋駅で新幹線に乗るところを見た人がいるとか言ってたもん。味の加減を間違えちゃったみたいだね。ごめん。そんなことありませんのよ。レナさんのお弁当は今日もとっても美味でしたよ。今日も格別でしたよ。あれ、それかぼちゃのコロッケだよ。大丈夫？レナさんのかぼちゃならとっても美味しいですわ。そんなにうまいなら俺もいただかないとな。このままじゃ全部サトコに食われちまう。あんまりにも美味しいので、ぜひケイキさんにも召し上がってほしいですわね。たまには俺も年上らしい寛大さを見せないとな。よし、遠慮するな。今日は俺の分まで食ってよし。嘘だよ。そんなにうまいものを譲るほど大人にはなれないよ。
レナも食え。俺のは昨夜のおでんの残り物だが、おでんは一晩経ってからがうまいんだぜ。うん。お大根が綺麗な色に透き通ってて美味しそう。じゃあ、いただこうかな。しかし、ミオンは遅いな。あいつのお手洗いってこんなに長いのか？多分、どっかでお昼寝してるんだと思う。昨夜はきっと遅くまで村長さんを探すお手伝いをしてたんだと思うから。村長さんはね、ちっちゃかった頃、みーちゃんのことをすごく可愛がってくれたんだって。いたずら盛りのみーちゃんをすごく可愛がってくれたって。よく話してたな。そういえば、リカちゃんも遅いな。ひょっとして、リカちゃんも仲良くお昼寝か？リカはそんなに遅くまではお付き合いしませんでしたわ。リカがあくびをしたら、皆さんみんなして、おやすみなさいませ、おやすみなさいませって。リカちゃんって何気に年寄りのアイドルだな。理想の孫娘像ってやつなのか？そんなの知らない。でもリカちゃんのあくびなら見てみたい。きっとね。喉の奥まで覗けるくらいの大あくびでしたよ。リカちゃんの大あくび、はぁー
ちゃんのだけじゃなく、さとこちゃんのも可愛いと思うわ。実測。悪態をついても仕方ないな。諦めて仕事を始めるか。兄ちゃん、倉庫裏に菜園があるだろ。だいぶくたびれかけたぞ。あそこにも水をやってあげな。あのカレー菜園ですか。ジャガイモとか人参とかカレーの具しか栽培してないっていう。めんどくさいが、やらないと後でいろいろと不利益なことがありそうな気がする。リカちゃんか。驚かせるなよ。リカちゃん？
リカちゃん、ひょっとして怪我したのか、転んだとか。違うのですよ。違うのです。何があったんだ。まさか倉庫の屋根の上で昼寝とかしてて落ちたとか。僕のことはいいのです。それよりも圭一に聞きたいことがあるのです。俺に、なんだよ。圭一、お祭りの晩に何か悪いことをしましたか？本当に覚えはありませんか？俺もそこが悪いからな。悪いことの覚えが多すぎて見当がつかないよ。変なことを聞いてごめんなさいなのです。忘れてくださいなのですよ。リカちゃん。なあ、リカちゃん。はい、なのです。
圭一。圭一が何を悩んでいるのか、僕にはよくわからないのです。境内の裏を少し行ったところに大きな倉庫があるのをご存知ですか？西宮殿と言いますです。お祭りの晩、その西宮殿に猫さんが入り込んだのだそうです。ね、猫？はい、猫さんです。にゃーにゃーなのです。猫さんは前から西宮殿の中を探検してみたいと思っていました。でも僕が意地悪をして中を見せてあげなかったのです。なので祭りの夜、猫さんは我慢できなくなって中に入ってみましたのです。実は中には猫さんが怖がるものがたくさんあったのです。猫さんはびっくり仰天、一目散に逃げ出してガタガタブルブルニャーニャーで大変なのです。その猫が誰だって言うんだ？猫さんは猫さんです。ニャーニャー。リカちゃん、頼む、教えてくれ。その猫さんはこれからどうしたらいい？猫さんは猫さんですから、ニャーニャー泣いてるだけで大丈夫ですよ。大丈夫って、そんないい加減な。ニャーニャー泣いてるだけではダメなのですか？泣いてるだけじゃダメなんだ。猫さんがいたずら心で忍び込んだのを犬さんが見てたんだよ。犬さん？そうだ、犬さんなんだ。猫さんのところへ変わる変わるやってきて、忍び込んだだろうって問いただしてくるんだ。あ、リカちゃん、大丈夫ですよ。猫さんは僕が守ってあげます。猫さんはとても怖がっていますが、本当はそんなに大変なことではないのです。何匹かの犬さんがきっと勘違いしてるだけなのだと思います。え、そんなに大変なことじゃないって？猫さんの心配しすぎなのです。僕がきっと何とかしてあげますですよ。
ちょっと大変ですけど、頑張りますですよ。ファイト、オーなのです。本当に、リカちゃんで、大丈夫なのか？僕が頑張らないと、犬さんも大変なことになってしまうかもしれないのです。ごめん。猫さんも、本当に、ちょっとしたいたずらのつもりだったんだ。こんなことになるなんて、全然。猫さんは臆病すぎです。だから見せたくなかったのです。リカちゃん、その猫さんはどうなるんだろう。忍び込んだ2匹の猫さんが、そのあの晩に。富竹と鷹野ですか？忘れると良いのです。忘れる？はい。あの二人のことを思い出すことは、圭一にとって良くないことなのです。考えれば考えるほど怖くなるだけです。だから早く忘れた方がいいのです。どこで聞いたかわかりませんが、綺麗さっぱり、お風呂でゴシゴシするみたいに忘れちゃうと良いのですよ。忘れるって言ったって、リカちゃんは、知ってるんだろう？あの二人が、どういう死に方を。どんな死に方をしても、それは、圭一とは関係のないことなのです。あいつはどうなるんだ？姉妹猫の妹ですか？にゃーにゃー。そうだ。妹猫だ。姉猫は怒ってます。妹猫が悪いことをしたのでとても怒ってます。姉猫って？猫はとても機嫌が悪いです。
しばらくの間そっとしてあげてほしいなのです。今日から部活はなしにしましょう。え？なんでだよ。そっとしてあげてほしいからなのです。じゃあ、校舎に戻ろうか。ケイチ。勘違いの犬さんが、猫さんに噛みつこうとしたら知らせてくださいね。勘違いの犬さんって。なんだ？村長を噛んだ犬さんです。どうして村長を噛んだのか、僕にはわかりません。噛むなら、いたずら猫さんを先に噛むはずなのにです。ごめんなさいなのです。猫さんが怖がっているのにまた怖がるようなことを言ってしまいました。ごめんなさいなのです。ごめん。Thank you.
圭一、さっきから呼んでるぞ。電話だ。園崎さんから。園崎さんってどっち？姉？妹？そんなのは知らん。自分で出て聞きなさい。もしもし、ミオンか、シオンか。私です。シオンです。こんばんは。シオン、その、昨夜はすまなかった。つい興奮して。俺もシオンも同じ立場なんだよな。一方的に責めるような言い方をして悪かった。もうしない。謝るから機嫌を直してくれ。機嫌を直したから電話したんです。後悔したなら許してあげますから、もう謝るのをやめてください。ケイちゃんの言うように、私たちは運命共同体なんです。互いの無事の確認が自分たちの安全の唯一の保証なんです。ああ、それについては同感だ。だから私たちは互いの知っている情報を共有する必要があります。高野さんたちみたいな死に方をしないために。では昨日の続きを話します。もう怒らないで聞いてくれますよね。ああ、大丈夫だ。まず私たちが思っている以上に、西武殿に忍び込んだことは禁忌、タブーだったみたいです。犯人たちは西武殿を怪我した首謀閣のあの二人を殺し、次に私たちを狙います。否定したいでしょうが、これを認めてください。失踪してから認めてももう遅いんですよ。分かってるって。用心に越したことはないからな。私も本当は認めたくありません。あんな拷問ドームの博覧会を覗き見したことがあんな殺され方をする理由になるなんて絶対に信じたくない。何か気になることがあったら報告し合いましょう。互いの持つ小さな断片を合わせていけば、ひょっとすると高野さんたちを殺した、いえ今年の事件に限らない過去の連続事件を解決する鍵が見つかるかもしれません。そうだな、確かにそうだ。まずは言い出した私から行きます。最近誰かに監視されているような気がします。え？と言っても気のせいかもしれません。でも一応報告します。今は気のせいだと思っていますけど、もしもケイちゃんも同じように誰かに監視されているように感じるなら、これは気のせいじゃないのかもしれませんから。そういうことなら安心しろ。少なくとも俺の方は大丈夫だ。
そうですか。では気のせいということにしますが、ケイちゃんも注意してください。特に一人で表を歩くときは細心の注意を払ってください。私は沖ノ宮ですから、一人きりになることはそうそうありませんが、ケイちゃんは雛見沢です。一人ぼっちになることも多いはずです。特に注意してください。そうだな。ああ、気をつけるよ。それから、お姉なんですが、何か変わった様子はありませんか？お姉って、ミオンのことか？変わった様子って、どういうことだ？先日、私、お姉に渡流しの夜の所在について問いただされました。え？それは俺もだよ。一昨日かな、ミオンに聞かれた。やっぱりですか。私は言ってないと答えました。ケイちゃんは？同じだよ。ごまかした。綿流しの晩以降、お姉の様子はおかしいです。用心に越したことはありませんので、注意してくださいね。わかった。少し用心するよ。帰り道は必ずレナも一緒だから、二人きりになるってこともそうそうないしな。用心してください。気になることがあったら教えてくださいね。わかった。ではケイちゃんの方では何か私に話すことはありませんか？あ、ケイちゃんが逃げ遅れたあの時の話ですね。ああ。大石さんにかなり強い口調で聞かれたよ。あの晩、高野さんたちと一緒にいなかったか、シオンに会わなかったかって。大石さんは、俺たちが4人一緒にいたところを見ていたようだった。警察にしてみれば、高野さんたちが最後に会った人間ということになりますからね。私たちに興味を持つのはある意味当然でしょうね。こっちもごまかしたけど、かえって興味を持たれたかもしれない。なあシオン、警察なら行っちゃってもいいんじゃないのか？むしろ俺たちの状況を思えば、警察を味方につけるのはプラスだと思うぞ。そういえば大石さんはミオンに何らかの嫌疑があるなんて言ってたような気がする。うん、確かにそう言ってた。昨日も話しました通り、園崎家は雛見沢に強い影響力を持っています。大石は一連の連続怪奇事件を園崎本家が中心になった村ぐるみの犯行だと疑っていますから。園崎家が中心になった村ぐるみの犯行？沢のダム闘争の時、リーダーシップを期待された神主があまりに日和見だったので、その先本家が首謀格になって決起したんです。戦いの歴史についてはお姉から聞いてますよね。ああ、雛見沢全体で一丸となって戦ったんだろう。
デモをしたり裁判に訴えたりテレビに出たり。実際はもっともっと過激なこともたくさん行われたんです。その先本家が水面下で様々な違法な抵抗活動を行ったと言われてます。違法な抵抗活動？例えば夜中に建設現場に忍び込み機材を盗んだり壊したり、建設重機のガソリンタンクに角砂糖を入れたりとか。ガソリンタンクに砂糖？なんでそんなことを。知らないんですか？戦争中にフランスの地下組織なんかがやった典型的なゲリラ活動ですよ。砂糖を入れるとエンジンが焦げついて壊れちゃうんですよ。建設現場への監視が強化されると今度は工事の重要な立場にある人間への攻撃に変更されました。例えば工事を認可した役人たちには様々な脅迫が行われました。それは県庁の役人だけでなく建設省の偉い役人にまで及んだそうです。聞いた話では子供の誘拐までやったとか。誘拐？ええ、建設省の雛見沢ダムを担当する偉い人の子供が神隠しにあったんですよ。で、ある日突然雛見沢のもっと上流の高津戸の山中で保護されまして、犯行声明はなかったって言われてるんですけど、ダム工事を中止するようにとの脅迫があったのではないかとささやかれています。他にも他にも埋挙にいとまがないほどの脅迫の話があります。それは確かにちょっとやばいな。そんな最中だったんですよ、第一の事件、現場監督のバラバラ殺人があったのは。その時家が主犯格の男を買収したのではとささやかれてますが、何しろ今日も逃走中ですからね。犯人も口封じで消したんじゃないかって大石は思ってるみたいです。当然ですね、身内である私ですら。その先本家の暗躍があったのではないかと思ってるくらいですから。それを俺に信じろってのか。ミオンの園崎本家がそんな悪いことをやってきたと信じろというのか。ケイちゃんが信じなくても村人たちは信じてます。自分たちが綺麗な抵抗運動をする陰で園崎家が汚い抵抗運動をしてくれた、自分たちの矢面に立って戦ってくれたんだってみんな思ってます。ちょっとしたダークヒーローとして崇められているんですよね。私が知っているのは本当に一部だけだと思います。例えば誘拐なんかの特にヤバい話は当主のバッチャを含めほんの数人しか知らされてないと思います。園崎家は秘密主義ですから。秘密主義か。そういった違法な抵抗運動の中心として年少ながら活躍したのがお姉でした。ミオンが？どういうことだよ。うちのお父さんヤクザの大物ですから、年少のお姉でも若い柄の悪いのを何人も従えることができました。あのミオンが？何度も補導されたんですよ。今はなんだかのんびりした雰囲気だから想像もつかないでしょうが、子供ですからすぐに釈放してもらえたみたいですけどね。お姉は
自分の年齢が武器になることを知ってたみたいです。笑い事じゃないです。真剣になってください。あ、悪い、そんなつもりじゃ。まあ、そんな不良娘だったお姉もいつの間にかそのだけ本家の重鎮大石がバラバラ殺人以降の事件を疑いたくなるのもまあ無理ないことです。話を戻します。お姉が注意に値する存在であることは理解してもらえたと思います。注意してください。分かった。気をつけるようにするよ。私とお姉は血のつながった姉妹ですが、園崎家にあってはまるで格が違うんです。私とはとても遠い存在だということを認識してください。お願いします。で、大石の件ですが、ケイちゃんがいいと判断するなら必要な情報を与えてもいいと思います。やはり警察を味方につけるのは私たちに有利に働くと思います。やっぱりシオンもそう思うか。ただ今説明した通り、園崎の人間はそもそも警察に睨まれているんです。特に大石は園崎家が丸ごと連続事件の黒幕だと決めてかかってますからね。それはもちろん私も含めてです。ですから私はあまり大石には関わりたくないんです。どうせバレてはいるんですが、一応私の名前を伏せておいてください。それだけ守ってくれれば大石には何を話しても問題ないと思います。わかった、伏せるようにするよ。警察の捜査力は今の私たちにはとても心強い武器になると思います。大石が興味深い話をしたら私にも聞かせてくださいね。ああ、もちろんだ。情報は互いに交換し、研究し合おう。高野さんたちを殺したのは誰なのか。そして俺たちを狙うのは誰なのか。それが分かるまで、俺たちは自衛しなくてはならない。あとはありますか？大石に聞かれたこと以外は。身に起こったことは、どんな些細なことでも教えてください。
何もないんですか？ケイちゃん？ないようでしたら私から聞きたいんですけど、私もついさっき聞いたんですが、君吉のおじいちゃんが行方不明になったって本当ですか？村長さんのことか？なんだシオン、聞いてないのか？何も知らないです。お父さんが電話でそう話してるのまた盗み聞いただけですから。ああ、実はな、ゆうべ会合の後家に帰ってこないとかで、ひなみ座中で大騒ぎになったんだ。村中で探したみたいだけど、まだ見つかったって話は聞かないな。警察も探してるはずなんだけど。なんでそんな大事な話を先にしてくれなかったんですか？悪い。もう知ってると思ってたんだよ。隠す気なんかなかった。おい、シオン、もしもし？ケイちゃん、私、どうしよう。どうした？話せよ。俺たちの間で隠し事はなしだろ？隠すつもりはなかったんです。ちょっとその言うのが前後したっていうか。俺たちは仲間だろ。怒ったりしないから正直に話せよ。私、君吉のおじいちゃんに打ち明けたんです。君吉のじいさんってのは、シオンにとって相談できる心安い人なんだろ？はい。私のこと、小さい頃から本当に可愛がってくれて。私、いつも意地悪なことをしてたのに、いつもニコニコと笑って私の言うことは何でも聞いてくれて、本当に優しい人だったのに。落ち着けよ、シオン。別に死んでしまったわけじゃないだろ。そんな簡単に諦めるなよ。こんなこと打ち明けたんです。誰かにそれを見られてて、私たちを狙っている人がいるって。村長さんは高野さんたちがまともじゃない死に方をしたのを知ってるのか？はい、知っていました。あの二人がお社様のたたりで死んだから、私はその怒りを鎮める生贄にされるんじゃないかって本当に率直に言いました。ああ、
それで国吉のおじいちゃん怒らなかった。そしてにっこり笑って、しおんちゃんがちゃんと反省してるなら鬼隠しになんかなるものかって本当に笑いながら任せなさい。私のせいです。私が打ち明けてしまったから。よせよシオン、シオンのせいじゃないよ。私のせいなんです。私が打ち明けてしまったから、君吉のおじいちゃんが死んでしまったから、だから殺されてしまったに違いない。打ち明けてすぐなんですよ。打ち明けて大丈夫って言ってくれたその晩に消えてしまったって。あなたじゃなかった。これは全部私たち4人のトガだったはず。他人に話してはいけないことだったんです。話したから殺されてしまった。だから殺されてしまった。打ち上げたから殺されてしまった。おい待てよ、そんな奴なら打ち上げた村長を殺す前にお前から先に殺すに決まってるじゃないか。順番が違うよ。殺されるなら俺かシオンが先、他の奴らが先に死んだりするものか。順番はあります。私たちを一番最後に殺すつもりに違いないんです。は？なんだって？人を思い殺さないで親しい人たちから順々に殺していって、散々悲しい思いをさせた後に殺す、そういう狙いに違いないんです。落ち着けって。シオンは今ショックを受けてパニックを起こしてるだけなんだよ。村長の失踪はシオンとは関係ない、無関係だ。高野さんたちの死とも全く関係ないんだ。だから殺されてしまった。打ち上げたから殺されてしまった。リカちゃんだ。え、
なんて言ったんですか？俺も実は打ち明けたんだ。リカちゃんに今日。リカちゃんってリカちゃまのことですか？古手神社のリカちゃま？そうだよ、リカちゃんだよ。俺もどうしようもなく不安で打ち明けたんだ、リカちゃんに。そうしたらリカちゃまはなんて。ごめん、シオン。俺、ちょっとリカちゃんのことが心配になっちゃって。あ、はい。そんなに心配でしたら、ぜひ電話を。安否を確認してみてください。ああ、そうさせてもらう。また明日も、このくらいの時間に連絡します。それをもって、私の安否確認としてください。わかった、待ってる。じゃあな。すまん。キズは。無事でいてくれ、リカちゃん。